イトルとサムネにもある通り、ムセ君のバイクがパクられました。盗まれました。どこで盗まれた？経緯だけ説明してくんね。経緯を言うと、僕の愛車ね、ランボルギーニ2が、俺がその整備をしてて、車ね、あ、バイクね、バイクの、そうで、整備終わって、もう本当に家にその道具を置きに行って戻ってきたバイクがないっていう、もう怪奇現象だよね。スピード、もうでも夢か、マジで夢だと思う。パッパッってなんかバイクパクられた。さすがに焦ってで、まあ夢だと思ってたけど、まあ一応携帯、幸いにも鍵にエアタグがついてて、あGPS みたいな、最近流行りのね。そしたらエアタグがめっちゃ高速で動いてて、町田から成瀬にもなってね、あ、優秀なんだ。そう、あと思って、これ行くしかないと思って、まあ追っかけはしました。実家の車でね。そうです。で、弟を叩き起こして一緒にね、なんか盗まれてる。で、まあパクられて、うん、バイクと鍵とお財布がないんだっけ。そう、全部貴重品を入れてて、出発前だったから、家出る前だったから入れてて、で、まあそれ丸々全部持ってかれたっていう。えぐいね、きつくない？めちゃくちゃきつい。お前よ、タバコとペイペイしかないじゃん。やば、私そう、ペイペイに助けられた。まあな、あ、いや、なるほどね。財布ってさ、君も思い入れあるやつじゃない？それがね、めちゃくちゃ思い入れがあるんですよ。あるんだ。そう、あんだ。もしかしたら僕より彼の方があるかもしれない。あれ、ちなみに誰が誰からもらったの、財布の？まあ、トムがトムの元とかからもらった財布、俺は大切にもう使ってんだよ、ね。マジ3、4年使ってるよ、ずっと。それがパクられました。ちょっといい。まあ、俺は別にだから財布はなくなってもいいんだけど。いや、元から切れてる。トムの方面がさ、いや、バカ言え。俺カードだけ返ってきた。いや、ふざけんな、別にその思い入れねえ。じゃあそのさ、住んだ人っていうかさ、その人に伝わってるかわかんないけど、まあ、一応無線のさ、思いの丈っていうのを伝えてもいいんじゃない。盗んだハニーさん、もう金はいらないです。本当に最悪。まあ鍵つけて、つけっぱで一旦家入って俺も悪いんで。あ、そう、まあそうね。リスクはあるからね。まあ、そうですね。まあ俺が1ミリも悪くないって言ったら嘘になると思うんで、もう財布と鍵だけでも、そうですね、返してほしいですね。もうバイクはあるんですよ。けど動かないんですよね。その鍵ないから。だからもう何、結局もう鉄の塊が俺ん家の目の前に帰ってきただけ。どうしようもない。なので、本当に鍵とお財布だけお願いします。僕の元カノからもらったお財布と鍵ないと僕も困るんです。バイク無線の後ろ乗ってるのが一番俺なのに、ないと。走っていかないといけない。まあ、なのでお願いします。以上です。まあ、皆さんも気をつけてくださいね。いつこういうね、被害があるかわからないから、そうだっていう、そうで緊急動画になりました。はい、ありがとうございます。